どうも皆さんこんばんは、ごはんです。モンハンクロス周回所実況その11、力を合わせて枯れるかな。今日も始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さあ、そしてこちらがニャンターリシェさんのスキルになります。今日はカリスマタイプですね。さあ、本日のクエストは氷点下の支配者クシャルダオラの討伐です。それでは出発。さあ始まりました。お、いきなりですね。もうね、4度目ですよ、4度目。まあね、なぜね4度も来る羽目になったかというと、最初ね収録したファイルが破損しちゃって撮り直しになって、そしたら立て続けに最後まで尻尾が切れないっていう状態になっちゃったんですよ。で、今回ね4度目です。で、私ずっとエリアル双剣の独双剣で戦ってたんですけど、ちょっともう尻尾をね、本当にもう4度目の正直で切りたいということで、ちょっとね今回は初めて、危ない、初めてねエリアル大剣を担いできました。ちなみにこれは、お、乗れない、お、しびれた。これはですね、あれ貯められんのやけど、あ、もしかして、あ、エリアル大剣って貯められないんか。なるほどね。ちなみにこの OK 大剣は猫素材のものですね。麻痺属性の強化してない状態ですね。あのね、死んじゃうんですよクシャルダオラすぐに。だからもう猫飯のスキルもなるべく攻撃力が出ないものをつけてきています。よいしょ。あ、なるほどね、走りながら振り落とすとジャンプ振り落としになるんだ。でね、もう4度目ということで今回はね作戦を立ててきました。とりあえず羽は2回乗ったら壊れると。で、角がリシェさん担当で、私はもう尻尾を狙い続けるという作戦でね来ています。ちなみに今これ私竜属性やられになっちゃってるんですけど、打ち消しの実忘れてきちゃったので、ちょっとこれは状態異常系の武器としてはよろしくない状況ですね。属性が出なくなっちゃうんですよ、この竜属性やられになっちゃうと。やっぱずっと立て続けに尻尾が切れなかったっていう失敗の要因は、まあやっぱりクシャルダオラの、おお、クシャルダオラのね尻尾はやっぱね、リーチの短い武器だとね本当に難しいんですよね、狙うのが。おお、やめてくれー。なので今回はもう尻尾を切るためだけにこの大剣を担いできました。まあね、本作で体験版でも大剣使ってなかったかな、なので初ですね。だからその武士道とかも大剣がどんな動きになるのかとかもまだ全然、危ない、ふう、まだね全然動きが分かってないので、ちょっと立ち回りを確認しつつって感じですね今回。とりあえず尻尾を切ろうと。クシャルダオラは羽を破壊すると閃光玉が効くようになるので、なるべく早い段階で2回乗る、もしくはこのジャンプ攻撃で羽を壊しちゃいたいですね。いやー本当にね辛いわ。ねえ、本当に全部破壊
大変。二人でだと大変だね。だがそれだけに達成感もあるので頑張ろうかなと。この今回リシェさんが毒属性の武器をですね担いできてるんですけど、クシャルダウラは毒状態にすると周りの風圧がなくなるんだったかな。お、跳ね壊れた。ナイスです。よし、じゃあこれで閃光玉が効くはず。わー、ミース。結構ね、閃光で落としちゃえばチャンスが作れるモンスターではあるかなと思いますね。しっぽ。乗せてくれ。もうそろそろ2回目乗れそうやけど、うん、いいね。クシャルダウラを休む間なく毒状態にしててくれますね。閃光玉外すまんやん今日は。しかも2回目か3回目取った時に私閃光玉全部投げ切って一度も落とせなかった時があったから、だから今回は超合本持ってきました。合計15個持ってきてる今回。OK。 尻尾、うわ難しい。これ走りながら来るとジャンプして飛び越えちゃうんだな、気をつけないと。でもなんか使いこなせたらこのエリアル大剣も楽しそうですね。このやっぱジャンプ攻撃が当たるとこう効いてる感がある。どれぐらい威力あるんだろう、このジャンプ切り。ちょっとね、角はリシェさんに任せて私はちょっと尻尾を重点的に。よいしょ、仮技溜まったので使っていきたいな。やっぱ尻尾に当てていきたいな。いくぞ。ドゥ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 ー、溜めすぎー。ソラクシャルダオラも目は覚ましますわ。これちょっと溜めすぎだな。本当に落とし穴はまりたてとかさ、眠らせた時とかじゃないと当てにくそう。これよーしょ。あれ疲れてるか、尻尾の判定に入ってるか分からんけど、まあでもこれだけ重点的に尻尾やってりゃ切れないってことはないでしょうね。えさっきはちょっと短いリーチで、ね、無理しまくったからね。しかもさっき武器シドク姫の双剣使ってたんですよ。で毒属性がついて、しかも攻撃力もマックスまで強化した状態だったんで、やっぱりね早く倒せちゃうんですよね。おーミス。おっ、尻尾行きたいな。しかもなんかそろそろ二麻痺、もう一回麻痺そうやね。ごめん、めっちゃ微妙や、ここ。うわっ、よーいしょ。
しょよいしょ、切れて飛ぶかな、飛んだね、えい、お、ナイス、今なんか壊れたよね、今多分角壊れたよね、ナイスナイス、尻尾、あとは尻尾、うこれは尻尾当たってない、これよし、もう一回飛んでくれ、もうね、あんまり無駄打ちすると死んでしまうってことが分かったからね、本当に先行で落として尻尾に当てるっていう、よいしょ、わあ武器の威力落ちちゃった、あーしかもこのタイミングで麻痺ってる、ダメだ、ちょっと弾かれてしまう、よいしょよいしょ、こんだけ当てればどうにかならんか、研ぎたい、武器を研ぎたい、あーわーわー、引きずってる足デジャブなんやけど、これこれちょっとテイク5ある、これフフ寝てる、いやーこのエリアル大剣、この貯められないのが申し訳ないね、ただ振り落とすだけになっちゃうけど、よいしょ、ミュート、頼む頼む、ここで切りたい、落とそう落とそう、えい、いけー、尻尾だー、ちょっと行きにくい、お、やったーやったー、ナイス、素敵やん素敵やん、もうやったね、もうもう思い存分行きましょうもう手加減せんから、もうやりましょう、やってやりましょう、もうもう先行だもん、もう投げまくってやる、これえい、じゃもうボッコボッコにしよう、ボッコよいしょー、お、火力溜まった、いくぞー、うーん、おおはい、力を合わせて枯れました、やったね、尻尾切れた、はい、今日も最後までご視聴どうもありがとうございました、よかったらまた遊びに来てください、それでは皆さんさようなら、チャンネル登録をお願いします、パソコンの方は画面の登録ボタンから、スマホ携帯電話の方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。